境港市内を走る循環バス、浜ループバス。1日およそ300人が乗車していますが、境港市は今年7月、今年度で廃止する方針を決定しました。背景には、目的地への到着に時間がかかる、本数が少ないなどの声が利用者から寄せられたことでした。そこで市が導入を進めているのが AI オンデマンドバス。 AI が自動で最適なルートを計算し、予約した乗客を目的地まで運ぶ仕組みです。今回のシーズでは、私たちが住む鳥取県でも今大きな変化が起きている地域の公共交通について考えます。シーズ未来を読み解く。今回も鳥取県西部の地域シンクタンク、中海トライセクターラボラボ長の上保雄介さんにお話を伺います。上保さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて上保さん、今回のテーマ VTR でもご覧いただきましたが、こちら地域と公共交通ということになっています。浜ループバスの事例のように、今公共交通の形どんどん変わってきていますよね。はい、そうですね。今全国ではですね、人口減少など、そういった理由でですね、事業が成り立たなくなってしまって、事業の縮小あるいは廃止というのが増えています。でこちらがですね、県内の状況なんですけども、先ほどの VTR にもございましたけども、決まった路線、そして決まった時間、そして多くの人を、こういった運行というものが限界になってきているのかなと思ってます。そして今ですね、やはりその個人のニーズに合わせて、効率的な運行をしていく、そんなようなサービスが増えてきている、そんな感じはしていますね。県西部だけを見ても多くの公共交通の形変わってきています。多くの地域で縮小変更がある公共交通なんですけども、改めて今の時代どういったところに必要性、ニーズがあると考えますか。ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけれども、これがですね、鳥取県が行った、県内のこの山間部の集落 の世帯に聞いたアンケートの結果です。この中見ていただいてもですね、この送迎バスとかコミュニティバスの運行、移動集団の確保、これが重視されているのが分かるかなと思います。でそしてですね、最近今この子どもの習い事なんですけども、これまあ、でもその送迎にですね、ご両親やおじいちゃんおばあちゃんが送迎しているという事例もあるんじゃないかなと思っています。ただですね、このようなことが負担になって、この習い事なんかを諦めてしまう、そんなようなことも全国では見られているようです。こういった移動に関する格差、こういったものがですね、地域でも生まれていますので、これからこの移動手段の確保というものを考えたときに、必要とする人に応じた移動手段ってどういうものか、そんなことを考えていく必要があるかなと思っています。今後どうすればさらに利便性向上できると思いますか。はい、そうですね、先ほど の ICT とか AI、こういったものを活用して、ニーズに応じてこう最適化した、そういった移動サービス、そういったものは当然ながら普及の一つかなと思ってます。ただ一方でですね、こう住まいが郊外化している、あるいはこのロードサイドにお店が増える、そんなことで、この地域もですね、マイカーの移動が主流になっている、そんな現状があるかなと思っています。そう考えるとですね、この中長期的にはですね、この住民のこの日常的な生活圏、こんなことを捉えながら公共交通を考えていくことによって、よりこの暮らしている方の生活の利便性の向上、そんなことができるんじゃないかなと考えています。交通機関周辺の生活圏を変え、利用率を上げようという取り組みが米子市内で行われています。 JR 川崎口駅周辺では今、市街化調整区域の緩和が市によって行われています。市街化調整区域とは、農地や緑地を守ることを目的に住宅や商業施設が建てられない区域のことです。 JR 川崎口駅周辺は市街化調整区域となっていますが、これがきっかけで駅周辺の開発が進まず、古い家屋や耕作放棄地も見られる状況でした。米子市の場合は境線がありまして、非常に駅があるんですけれども、その周辺が今一つ生かされていないということもありまして、公共交通をうまく使った祭りづくりをするということで、駅周辺において調整区域であっても一定程度の開発ができるようにということで緩和をしているところです。
そこで米子市は JR 川崎口駅周辺の開発規制を緩和。その結果、分譲地ができて新しい家の建設が進んだり、大型スーパーが進出したことで駅周辺に賑わいが生まれました。近くに駅があればですね、そこから街中ですとか、そういったところにお出かけもできますというようなところで、公共交通、こちらを十分活用できる、生かしていける街づくりの拠点になる、そういった施設になるかと思っています。社会の変化、また利用者のニーズ、そういったのに合わせた、例えばライドシェアであったり、先ほどあった各客混載、そういったサービス、移動手段ですね、そういったもの、さまざまな実証実験というのが今始まっておりまして、県内でも始まっています。地域で生活する皆さんにとってですね、利便性の高い移動手段にさせていくためにはですね、やはり皆さんこういった地域にこういった取り組みが始まればですね、ぜひこう参加していただきたいと思っています。皆さんのこの意見だったりですね、先ほどのようにこのデータをですね、利用者のデータ、それに基づいてですね、より利便性の高いこう移動サービスで、そんな改善がされていきますので、そういったですね、皆さんも関心を持ってですね、近くにあれば利用していただきたいなと思います。今後実証実験などが行っていって、形が変わっていけば使う人が増えて、新しいニーズの掘り起こしにつながるかもしれないですね。はい、そうですね。この時間は中海トライセクターラボラボ長の上尾雄介さんに解説していただきました。上尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。